ジェスレル・コラレス・ゴンサレスは、パナマのプロボクサー、サン・ミゲイート出身、元 WBA 世界、スーパーフェザー級、スーパー王者。2009年2月13日、デビュー戦を行い、4回3から0の判定勝ちを収めデビュー戦を白星で飾った。2009年4月30日、ジョナサン・アレナスと対戦し、プロ初黒星となる4回0から3の判定負けを喫した。 2012年4月12日、ローランド・ジオノとパナマ・フェザー級王座決定戦を行い、10回2から1の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2012年5月24日、パナマ王座防衛とフィーカルボックス、フェザー級暫定王座決定戦を兼ねて、アントニオ・フェルナンデスと対戦し、初回1分55秒 TKO 勝ちを収め、パナマ王座の初防衛。 フィーカルボックス暫定王座の獲得に成功した。2013年1月24日、パナマシティのホテル流で、レネアルバラードと対戦し、6回3から0の判定勝ちを収めた。2013年5月22日、パナマ王座と WBC ラテンアメリカフェザー級王座、決定戦を兼ねて、アービングベリーと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収め、 パナマ王座の二度目の防衛、WBC ラテンアメリカ王座の獲得に成功した。2013年8月3日、ジョナサン・ペレスと対戦し、8回3から0の判定勝ちを収め WBC ラテンアメリカ王座の初防衛に成功した。しかし、パナマのボクシングコミッションによる薬物検査で、コラーレスから違反薬物のマリファナに対する陽性反応が検出されたため、 試合は、無効試合に変更となった。2014年1月15日、エウセビオオセホと、フィーカルボックスフェザー級王座決定戦を行い、10回反則勝ちを、収め王座獲得に成功した。2014年11月20日、南米スーパーフェザー級王者ウォルター・エーストラーダと、対戦し、初回1分6秒 TKO 勝ちを収め、王座獲得に成功した。 2015年7月23日、フェリックス・サベスと WBA ・フェデカリブ・スーパー・フェザー級王座決定戦を行い、2回2分13秒、TKO 価値を収め王座獲得に成功した。2015年12月17日、エマヌエル・ロペスの王座剥奪に伴い、WBA 世界、スーパー・フェザー級4位のファン・アントニオ・ロドリゲスと WBA 世界、 スーパーフェザー級暫定王座決定戦を行い、ロドリゲスが11回終了時に棄権したため、王座獲得に成功した。2016年4月27日、日本のリングに初登場。大田区の大田区総合体育館で、WBA 世界、スーパーフェザー級、スーパー王者の内山隆と対戦し、2回2分59秒、TKO 勝ちを収め王座統一に成功。 スーパー王座に認定された。5月6日、WBA は、コラレスを2016年4月度の月間優秀選手賞に選出した。2016年12月29日、内山隆史との間で行われた、王座統一戦が、ファイトニュース .com の2016年度のアップセットオブザイヤーに選出された。2016年12月31日、大田区総合体育館で、 元 WBA 世界スーパーフェザー級スーパー王者で WBA 世界スーパーフェザー級2位の内山隆史と8ヶ月ぶりに再戦し12回2から1の判定勝ちを収め2度目の防衛に成功した2017年1月8日 WBA はコラレスを2016年12月度の月間 MVP に選出した二千十七年一月十九日 パナマ市のレストランで行われた2016年のパナマの表彰選手及び関係者の選考会において2016年度のメホールボクセアドールデルアーニョに選出された2017年4月12日ゴールデンボーイプロモーションズと複数年契約を結んだ2017年7月15日カリフォルニア州イングルートのザ・フォーラムで WBA 世界 スーパーフェザー級10位のロビンソン・カステジャノスと対戦し、10回2から0の負傷判定勝ちを収め、3度目の防衛に成功した。この試合で、コラレスは7万5000ドル、カステジャノスは5万ドルのファイトマネーを稼いだ。2017年10月21日、ニューヨーク州ベローナで WBA 世界。 スーパーフェザー級4位のアルベルト・マチャドと対戦し4度目の防衛を目指していたが、前日計量でコラレスがスーパーフェザー級の規定体重である130ポンドを4ポンド超過の134ポンドを計測し、2時間後の再計量でも3.25ポンド超過の133.25ポンドを計測し王座を剥奪されたため、試合はマチャドが勝てば新王者となり、コラレスが勝てば王座は、 空位となる条件で行われ、コラレスが8回2分15秒 TKO 負けを喫した。2019年7月27日、メリーランド州ボルチモアのロイヤルファームズアリーナで、ラダリウス・ミラーとライト級10回戦を行い、10回1から2の判定負けを喫した。2020年1月18日、フィラデルフィアのリアコーラスセンターで、WBA 世界、 スーパーフェザー級3位のクリス・コルバートと WBA 世界スーパーフェザー級暫定王座決定戦を行い12回0から3の判定負けを喫し約3年振りの王座帰り先に失敗した。ありがとうございます。